どうも、ジョーノです。今日はですね、マビックミニのクイックショットのやり方をですね、完全マニュアル版としてやり方、手順をですね、しっかり解説していきたいなと思っております。はい、ということでですね、気を取り直してマビックミニのクイックショットのやり方をですね、レクチャーしていこうかなと思うんですけども、まずマビックミニのですね、クイックショットってどんなのがあるんだろうというか、クイックショットってなんだろうということでですね、簡単に説明するとですね、このマビックミニが自動的にですね、そのモードに合わせてですね、自動的にこう動いて、で撮影をしてくれるっていうものがクイックショットになります。で、今回4種類マビックミニはありましてですね、ドローニー、ロケット、サークル、ヘリックス、この4つですね、あります。で、ドローニーからまず説明するとですね、被写体がいます。で、それをですね、こう斜め上方向にこの被写体を中心にしてビューンとこう上がっていくものになります。なので、イメージとしてはですね、こんな感じですね。はい。で、次がですね、ロケットになります。で、ロケットはですね、真上から、撮影します。被写体をですね、で、その被写体をですね、中心にずっと上までビューンと上がっていくようなものがロケットというクイックショットになります。実際の映像はこんな感じです。で、次にですね、サークルっていうものがですね、この被写体を中心にこうぐるっと一周回ってですね、撮影するっていうモードがこのサークルになります。で、映像はこんな感じですね。で、次にヘリックスですね。ヘリックスはですね、結構かっこよくてですね、ドローニーとサークルの掛け合わせみたいなものになるんですけども、被写体がいます。で、ここをですね、ぐるっと旋回しながらどん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 上がっていって一周するっていう感じになります。で、全部の注意点としてはですね、上がっていく方向とか進んでいく方向っていうのをですね、しっかり確認した上でですね、障害物がないかっていうのを確認した上で、実行していただければなと思います。じゃあ早速ですね、アプリの画面とか、ちょっとスマホの画面を見ながらですね、詳しく説明していきたいと思います。まずこのアプリの画面、開いてもらいましてですね、今見てもらってるのはこのスマホの画面になりますね。で、右上のところをですね、タップしていただくと写真動画クイックショットと出てきますので、このクイックショットをタッチするとですね、こうやってドローニー、ロケット、サークル、ヘリックスっていうですね、項目が現れます。で、まずドローニーからやっていこうかなと思います。ドローニー 25m、30m、35m とですね、左の方向にですね、書いてありますけども、これはですね、どれぐらいの距離を飛んでいくかっていうところになりますので、まず最初はですね、25メートルあたりから飛ばしてですね、どれぐらい離れるのかっていうのをですね、見てから、いろいろ30メートル、35メートルと試してほしいなと思います。こうやってですね、今プラスの矢印というか、プラスのなんかボタンみたいの出てますよね。で、それをですね、被写体にこうタップしてですね、囲むようにタップというイメージですかね、をしてもらうとですね、そしたらこのスタートの画面がですね、出てきますので、それを押すとこうやって3、2、1というふうにですね、もう自動的にその被写体を中心にずっと上がっていきます。で、右の方向にですね、17%、20%って今出てますけども、これが 100% になるところでストップするような感じになります。なので、やばいと思ったらこの×印を押してもいいですし、リモコンのところをですね、何か触ると自動的にストップします。
で撮影が終わるとですね、お利口さんなんですよね、このマーヴィックミニが、自動的に戻ってきます。ただ今これ見てください、子供のようにですねこうやって走ったりするので、もしかしたらですねこのマビックミニの方向にこう走っていってガチャンと当たってしまう可能性もありますので、勝手に戻ってくるとは言ってもですね、ずっとしっかり画面を見ながら、操作はしてほしいなと思います。で次がですねロケットというものになります。このロケットはですね先ほど説明した通り、真上方向に上がっていきますので、同じように、被写体をこうタップして画面で囲むとですね、自動的にこのように上がっていくような感じになります。3、2、1、まあ、これもですね同じように 100% になったらですね、下にこう帰還していきますので、元いた場所の方にですね戻っていきますので、まあ何も触らなくてもですね自動的に自分の元に戻ってきます。ただですねやっぱこういう時も、まあ、子供とかですね、予期せぬ風とかですね、いろいろあるかもしれないので、しっかり見ながらですね帰還させてほしいなと思います。で次がですねサークルになります。でサークルもですね同じようにこう囲んで、でスタートを押していくっていう感じになるんですけども、この下にですね黄色方向のこう矢印が出たりしてるの見えますかね。でこれが、左方向に旋回するのか右方向に旋回するのかって選べるようになってますので、今回は左方向にこう旋回していきます。で右方向がいい人は右方向の矢印を押すと、右方向の矢印が黄色になりますので、自由にですねお好きな方向に旋回していってください。で次がですね、ヘリックスになります。ヘリックスはですねサークルとドローンにこう掛け合わせたようなものになりますので、まあ、ぐるっと斜め上方向にですね旋回しながら上がっていくというようなイメージになります。でこれもですねドラッグして囲みます。でスタートを押すと、このようにですね斜め上方向にこう旋回しながらどん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 上がっていきます。でどん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 上がっていって、これが 100% になればまた帰還していくような感じになりますね。で意外とこのヘリックスはですね、斜め上方向そして横幅も取りますので、まあ、一番ちょっと注意が必要な撮影かなとは思います。しっかりこう障害物がないかを確認して撮影をしてください。クイックショットの生成の仕方になるんですけども、この右下のですね再生ボタンを押していくとこういう画面が出てきます。でさっき撮ったドローニーとかですね、ここにですねマークがついてるんですけど、このなんか三角定規みたいなやつはドローニーでですね、この上方向の矢印は、まあ、ロケットとかですね、でサークルとかヘリックスとか、これマークが分かれてますので、ドローニーの写真だなと思ったらですね、これをもうタップしていきます。するとクイックショットを生成するには作品をダウンロードしてくださいというふうに書かれてますので、これをダウンロードしていきます。するとこのようにですねクイックショットを作成してもらったものをですねダウンロードすることができます。でこれをですね再生していくと、まあ、自動的に音楽とかですねスローモーションみたいなのも付け加えられて生成されます。この映像をですねスマホにダウンロードしたい時なんですけども、この右上の方にですね、まあ、共有ボタンみたいなのがありますね。それをタッチするとですね、まあ、Facebook とかインスタとかのマークが出てきまして、まあ、今回ちょっとスマホに保存したいので一番右下のですね点々点を押しますね。でこの点々点を押したらこうやって出てくるので、これも iPhone の場合なんですけども、ビデオ保存をタッチするとですね保存がされまして、自分の携帯のですね、動画に共有されるという感じになります。はい、ということでですね、今回はマビックミニのクイックショットをですね、まあ完全マニュアル版としてやっていきましたけども、ちょっと今回まあ説明してないのがですね一個だけありまして、このアプリの中でですね、まあ、色を変えたりとかスローモーションをもうちょっと追加したりとかですね、まあ、音楽を変えたりっていうのができるようになってまして、それはちょっと次回やっていこうかなと思いますので、ちょっとご興味がある方は次回もですね動画見ていただければなと思いますので、次回の動画もお楽しみにいただければと思います。You're perfect, you don't believe it.
like you don't see, not at all. Even those days without makeup that don't mess with your makeup, you don't have to try to take it off. You can look into the mirror to see what's wrong. Ain't nothing wrong, but I see something more. I'm not looking for one night, I'm looking for all my life. I wanna share this love for more than one. Just one night.